ヘタ側をヘタ取り機でよいしょ。ちょっと待ってよ。よいしょ。いった。よいしょ。こうやってカットして、よいしょ。今度は逆側で、あ、綺麗に取れた。ほら、よし。その後本体をゆっくりと差し込んで、ここを押さえて回します。100回回します。100回って書いてあった。最初はで、この目印が最初はこう平たいんだけど、この白いところはへっこみます。で、一回へっこんでまた上に上がってきたら出来上がり。それがだいたい100回ぐらいやってよいしょ。ちょっと待ってよ、ちょっと硬い。よしよし。よし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 、もうちょっと。もういいかな。ほら、上がってきた。で、よいしょと。したらもうちょっとしよう。これ、あ、やりすぎちゃったかもしれない。ちょっと分かったことがある。一回上に上がってきたタイミングを逃すとまた下がってしまうので、もう一回上に上がってくるまで、いや心配。回して回して回して、よしよし、チャンスや。してゆっくり、お、抜けた。抜くと、めっちゃうまそう。見えるかな、中がジュースになってます。で、これからちょっと待ちます。この果肉が沈むまで待って、待ったら太めのストロー、ちょっと細いのしかなかったんだけど、太めのストローを入れると、うーん、めちゃくちゃ美味しい。